天,天地図の解説をいたします、えーまあ、この図はすで、えー、にご説明いたしました神仏防石図のこの部分を書いた図ですあえてこの図を書いた理由というのはここにあると思いますね宙を行くつまり時間の中を推移するこれはまあ運動もそうですし変化もそうですあの栄光 それからまあその例えば流れ星が飛んでくるそういうの全部この時間後場としていますしかしここはその物物体物質ですがあの空間におるですね恐雨だから空間におる。ではは空間にいて天地をなす。上を見れば青空夜空があり下を見れば大地がある。人間で言えば頭があり 足がある。動物は普通まあ四足動物の場合場合は背中が天になり、あのお腹側がね地になるんですよね。えー、でこちらに来るとですね、これ概念がひっくり返ってるんですよ。天と書きながら黒になってるんです。黒は陰ですからね。陰が天になってし真が 白になっているようになっている。これはまあ活動性と活動性に枠を与えるもの。でこれはこの神仏芒星図に一度戻るとですね、ちょっと戻りまして。あのう。証言とこの。この配当ですね、滑部がここに来ます、立部がここに来ますね。 ボツ部がここロブがここでその内容はここでこれこれもクリックしたら出てきますそうして例えばこういうところで出てきますね心意志天生スつまりいろんな活動をするわけですよ全てのものがあの天球であれ太陽であれ超新星の爆発であれヴ、まあ、バイアン先生そういうこと知ってたかどうかは知りませんがしかしね 活動の虎は,は何十代たっても何百代たってもあこれライオンですねライオンです虎は虎です変わらないんですよねこの変わらない方を書いたのがこっち側な,天なんですこっち側なんですだから事象は変じてもものは定まっているとあのこういうことをこの書いて いるわけですねでこちらに行きますとですとでからあのこちらの時間が経ってもう変化しないものは先見的につまりあのスズメが生まれる前に生まれる前からスズメはスズメなので定まっているのであのその個体を超越して定まっているものを天と言ったんですがそれが時間を場とするこの真においては地になりますよと。 活動性が真ですよとでここはその大抵の人が混乱すするんですこっちが天でこっちが真とバイエン先生が書いたらそれはそれで皆さんそれなりに納得されるでしょうねしかしそう書いてないんですよ。だからあの大地に足を下ろすように累計に足を下ろしている。 物もその類型に従って形が定まっているわけですよねそしてその定まった形に応じて活動性があるメダカは泳ぐ鳥は飛ぶ太陽は光る、えー、月は太陽の光を受けて輝く草木は芽吹く冬が来れば、えー、まあ動物冬眠する動物は冬眠する人間ならば冬用の服を着る。 さまざまな活動をするわけですね、えー、そういうことを、まあ、ここの図であのこの図のこの部分だけをあえてピックアップして書いた理由だろうと思いますこの光中と今日で時間にも天地があると時間の天地は天心というんだけれども実は真が天でこちらが地ですよということを ここで変えているでほとんどの人がここで、まあ、つまずくんですよねで説明できないもんだから素通りしているというのが実情です。ではこれで終わります。